い、皆さんこんにちは、バンデリグルビシです。では今回は提督の決断法パプギーと BS2 版日本軍プレイ続けていきましょう。もうお金が全くないという状況なので、まあ、このまま進めていくしかないんですが、まずはですね、後悔を攻略して、ボーナスをもらってお金を増やしましょうということで、前回艦隊の再編まで行っているので、再編した艦隊をそのまま送り出していきましょう。まずは水上打撃群戦艦3、10巡8、軽巡5の、この第3艦隊、これが主力になるでしょう。スパイが未潜入か、スパイちょっと潜入させたいな。一旦見送りましょう。まあ、確かに、いや、待って、スパイを潜入させるにも金がない。なので、そのまま移動します。まあ、場所はね、僕自身は分かっているので、空母もいることだし、偵察機を飛ばしてすぐに発見させましょう。マダガスカル取っておきたいなという気もするんですけどね。あとは、お金が全くないんですが、この第8艦隊、空母1、従順3なんですけど、これを一旦、アラビア海まで進出させておきましょう。これでもうね、ハワイ以外の各拠点に艦隊は全部動かしてしまったので、問題はやっぱハワイだよね。ハワイに対しては航空機をより配備しておきたいなというのはあるんですが、まあ限界あるよね。結局お金がないので何もできないという、まあ、そういう状況なので時間を進めちゃいましょう。まだまだね、花粉症が少し残ってて結構しんどいんですよね。で、航海に早く進出したい理由は、同盟国ドイツがもう自利品、瀕死状態なので、まあ、それをなんとか救援したいなというところになります。まあ、ここも西地中海なんとか守ってほしいけど、危ないかな、そろそろ。アメリカ軍のこの艦隊の前に敗北したね。西地中海が失艦してます。これアメリカ軍の艦隊、しかも第三艦隊に関して言うと、これ戦艦1に正規空母が1、護衛空母が3。結構な艦隊規模ですよね。さらに第10艦隊にも正規空母1、軽空母、まあ護衛空母が1っていうような状態ですね。これは、この後、地中海の戦いが、しんどそうだなぁ。さて、まずは第3艦隊、これ戦艦の艦隊なので、まあ、下から侵入していきましょう。で、空母4の第4艦隊と第5艦隊は、それぞれ真ん中から侵入。日の出とともに出撃します。まずは航海をできるだけダメージ少なく乗り切っていかないといけないっていうね。敵の艦隊があとどれくらいいるか。早速敵の艦隊発見してね。そしたら、まずはスピードはどうなってる？通常になってるね。問題ない。そしたら第4艦隊から指示を出していきましょう。まず航空隊です。さらに偵察機も飛ばしておきましょう。偵察機飛ばしておかないと面倒なので、偵察機を飛ばします。第5艦隊も偵察機をまずは飛ばしちゃおう。さらに攻撃隊を敵航空機に出す。で、第3艦隊は、まあ、敵の艦隊に向かうよりも、まずは敵の基地攻撃に向かいましょう。偵察機は飛ばします。じゃあこれで進めていきます。まあ無難に乗り切っていきたいところは乗り切っていって、まあさっきお話したようにノーダメージでいきたいので、まあこの後のね、さっき見ていただいたアメリカ軍の艦隊とかと戦うことを考慮した場合、本当にできるだけダメージは少なくいきたい。敵基地
し、まず1個は発見済みに変わりましたね。さて、じゃあまずはどうしようかな。上に2つってことは、あの飛行場の場所ですね。敵の艦隊に攻撃を仕掛けに行きましょうか。第3艦隊ね。第4艦隊、第5艦隊は引き続き敵の艦隊に攻撃を仕掛け。ちょっと待って、敵の飛行場の場所がもう一個下にあるはずなんですけど、下にあるのが出てこないね。ということは下には飛行場がないと見ていいな。じゃあ上に向かいましょう。第3艦隊、つまり戦艦部隊を、艦隊戦に突入しましょう。さあ、イギリス軍の艦隊ですね。了解。第4艦隊もちょっと移動を開始しよう。で、第3艦隊は敵艦隊へ突入。航空隊は敵基地攻撃へ向かいましょう。さあ、第4艦隊からまだ航空隊が戻ってこないか。第3艦隊の攻撃、これは順調に進んでますね。第4艦隊の航空隊がまだ出れない。ちょっと時間かかってるね。ようやくだ。これ第4艦隊も第2飛行場攻撃に向かいます。第3艦隊は敵艦隊を突破できそうなので、このままマップ左上の方の飛行場に向かいましょう。まずは艦隊戦は完勝だな。さすがにこの戦艦部隊を前には。で、一応偵察機本当にないのって感じだ。この辺に飛行場、あの今マップ大きくしましたけども、マップの下側に飛行場が1個あるはずなんですが、発見できてないよね。ちょっとこの辺りが気になりますが、まずは敵の艦隊1個撃破しました。これは大きいね。まあ、戦艦が少しダメージ出てますけど、まあ、これくらいだったら あまり気にせずにいけるかなというところですね。さあ、敵の飛行場どんくらいダメージ与えてるか。おー、やっぱり飛行場あるよね。そう思ったよ。これは下の方は、下の方は航空隊にやらせるか戦艦にやらせるか。戦艦が回答すると時間かかるので、やっぱり上の方は戦艦に任せよう。で、下の方2つ、まあ、マップでいう右側ですね、右側にある2つの飛行場は空母に任せます。なのでやっぱり空母がどんくらいダメージ与えたか重要だな。半分かな。まあ、航空隊が殺到できればやっぱり大きいよね。いやー、爆撃機の数増やした甲斐があったな。破壊が完了する、このターンで終わってくれると嬉しいけど。もう1機2機
爆撃落としてくれた、ナイス。そうすると第4艦隊第5艦隊はマップ下の方にある飛行場へと攻撃対象を変えていきます。で第3艦隊は先ほどお話した通りマップ上の飛行場に向かいましょう。日のあるうちに敵の飛行場攻撃できればいいな。第3艦隊が敵の空襲にさらされる。ちょっと心配なのが天気ぐらいかな。第3艦隊の足がやっぱり戦艦がいるんで遅いは遅いね。まあ、夜にちょうど到着してくれれば一番御の字かな。まあ、一応問題ないとは思うものの偵察機は飛ばしておきましょう。第4第5両艦隊の空母から、あとは敵基地攻撃をしてもらいます。ちょうど青色が味方の航空機ですね。爆撃機が飛んでます。偵察機も広く飛ばしているものの大丈夫そうですね。しっかり敵の艦隊がいないかどうか見てくれてます。結構昔はやっぱりレーダーとかもね微妙で目視っていうのもあったので、二重にあるいは三重に時間を空けて偵察機を飛ばすっていうことをしっかりまあやるべきだったしやっていたんでしょうけど、それが漏れてたり十分じゃなかったりすると、敵のね艦隊に機先を制されるということですよね。第三艦隊のどうだこれ、ダメージ受けてるのは何、あー霧島か、撤退させよう。戦艦は一隻たりとも失いたくないので今は。航空隊着艦。航空隊着艦。航空隊発艦。航空隊着艦。航空隊着艦。さて、じゃあこのまま予定通り計画を進めていきましょう。航空隊発艦。航空隊発艦。航空隊発艦。さあ味方の攻撃隊が敵航空機に発見された模様。やってくるはず。味方の爆撃機護衛機が飛んできてますね。よし、そしたら第3艦隊以外と第4第5両艦隊も敵基地攻撃へと向かいましょう。せっかくの航空機なので有効活用します。時間的にちょっと間に合うかどうか微妙ですけどね。すでに伊賀の方、戦艦伊賀の方から敵基地に対する艦砲射撃は始まってます。ちょっと待って、伊賀だけなんか突出してない？第3艦隊みんな向かおうよ。何してるんだ第3艦隊の連中は。
空隊着艦。間に合ってくれるからね、夜になる前に空母からの攻撃隊が。航空隊着艦、航空隊発艦、航空隊発艦、航空隊発艦。一回攻撃はできそうですね。今爆撃機が到達してます。爆撃機が殺到してる。どうだろう、仕留めきれないかな。いけそうだね。よし、大丈夫そうだ。戦艦2隻にダメージが出てますね。まあ、この戦艦2隻のダメージをどう見るかなんですけど。いや、戦艦3隻とも中波小波してるね。あとは第5艦隊から空母、これが中波、まあ小波かな、している状態ですね。敵の艦隊は壊滅させています。ここはちょっと艦隊のダメージを覚悟してでも先に進んだ方がいい気がするな。まあ、お金が入ってくるっていうのが一つ。1万9000円はでかいね。まあ、東地中海に侵入してイタリア近海でドック入りさせてもらうっていうのが一番近道かな。すでにここはアメリカ軍の手に落ちているので、であれば東地中海を奪取してイタリア近海でドック入りにしましょう。なので艦隊は移動します。ちょっと待って、移動先はここよ、東地中海。でだ、気になるのがハワイの防衛なんで、まずは国政からやろう。石油の押し売りはいつもの通りしておいて、もう石油みんな有り余ってるからだ。で、技術投資は今回はお金がたんまりあるんで、こういう時に大盤振る舞いをしていきます。兵器開発は特にはないかな。一旦見送りましょう。でだ、まずは生産航空機、戦闘機、これは虹の戦闘機2を、どうだろうな、50ぐらいは作っておこう。もうちょっとあってもいいかなぐらいな感じはしますけどね。結局戦闘機は護衛機と偵察機も兼ね備えるケースがほとんどなので、これ虹爆の2、これ200ぐらい作る。で、攻撃機、まあ、いわゆる雷撃機ですね、魚雷を持った。これを、まあ、天山かな。まあ攻撃機も新しく設計してもいいかなという感じはするんですが、まあ一旦天山を作りましょう。で、あとは艦船か。まあお金が4000なので、そうなると作れるのは従順かな。貝もがみ型、貝もがみ型ばっかり作ってるんですけど、貝もがみ型をもう一隻作っちゃう。いや、二隻作れるな。何かの動画か、もしくはツイッターか
動画のコメント欄、説明欄か、なんか忘れちゃいましたけど、何かでも言ったと思うんですけど、今回 PS2 版初めて本格的にプレイはするんですけど、PS2 版だと、すごく、戦艦とか従順が強いですね。感覚的にここまで感じてる内容だと。空母がね、PC 版だと大活躍してくれたんですけど、じゃあ、あと爆撃機置いておきます。ここは旧路空式の立候を置いとく。まあ、絶対に落とされちゃいけないハワイなんで。あと雷撃機も何かあんま、まあ、立候を置いちゃったからもう雷撃機はないのかな。ちょっと確認します。できれば残しておきたいものは残しておきたいので使いたくない。で、あと偵察機だな。9号式の推定、これ20置いとく。こんなもんかな。これでまあハワイは防衛できるでしょう。艦隊もいるし。じゃあこれで時間を進めましょう。なんとか東地中海まで進出して、もうだってドイツ軍ってこのイタリア近海ともう母港が全くないからね。北海とバルト海だけで、デンマーク沖はもう敵に奪われているんで、事実上もうバルト海だけって言ってもいいのかな。戦力的には回復可能なのがね。でイタリア近海はもう艦隊すらいないんで、まあ、一刻も早く東地中海を突破してイタリア近海に入ってあげないと、まあ、次のターンでもうアメリカ軍におそらくイタリア近海侵入されると思うんで、もしかしたらイタリア近海取れないかもしれないね。まあ、ここはちょっと見極めましょう。デンマーク沖、これはドイツ軍が侵入したけど敗退したという内容だね。地中海に突入、間に合った。これ先にイタリア近海にアメリカ軍が侵入して、イタリア近海ドイツ軍の艦隊いなかったのをご覧いただいたと思うんですけども、いなかったんでね、あのままだとイタリア近海が奪われると、イタリア近海でドック入りするっていう作戦がそもそも夢と終わるところだったんですが、まずは大丈夫そうです。では東地中海へ突入していきましょう。艦隊の戦力はさっきと全く同じです。水上打撃軍戦艦部隊の第3艦隊に、空母艦隊が2個艦隊というところで侵入していきましょう。で、ドックじゃないや、敵の基地の場所なんですけど、まあ、真ん中の島に1個あって、残りは下と上に1つずつだったはずなので、まず艦隊は下から侵入していきます。で、空母は真ん中から、これでいきましょう。日の出とともに出撃します。敵の艦隊戦力がここあんまりないと思うんですよね。一応イタリア近海でドイツ軍が頑張って蓋をしてくれてたので、西から地中海に艦隊は侵入してこない。敵の艦隊はね、じゃあまずは偵察機を飛ばします。了解了解了解。で、第三艦隊は下へと移動していきましょう。了解。第四、第五両艦隊はそのまま直進します。今ご覧いただいているのは第5艦隊です。第5艦隊は空母が4、あとは潜水艦が入っているっていう艦隊ですね。航空隊発艦、航空隊発艦。了解。敵飛行場発見。
まずは敵の飛行場を一つ発見です。敵の飛行場1回目で発見できなかったね。場所はあの島にあるのは間違いないんですが、あ、発見できてるね。そしたら第4艦隊の攻撃隊も島の方に行きましょう。で、第3艦隊動きがね、前回もちょっとあまりよろしくなかったんですが、敵の飛行場を目指します。敵の艦隊はいない。第三艦隊はどうなっている？そうか、これあれだな、切り離しましょう。もう動けないのがいるから、艦隊が全くと言っていいほど機能してないね。了解。了解。戦艦で機関にダメージが出ているものがいるので、第三艦隊動けないんですね。航空隊着艦。さて、敵基地攻撃はどうなっている？もう順調に進んでるね。いやー、二次爆の2を作った甲斐があったね。やっぱり1回の攻撃で敵の基地を破壊が終わるっていうのは、戦闘のはかどり方が全然違いますね。航空隊着艦。では第4第5両艦隊も下の飛行場攻撃へと向かっていきましょう。航空隊着艦。で、第3艦隊はこのまま敵基地へと突入です。これで航空隊再び、突入の指示を出したので終わると思います。第3艦隊もね、艦砲射撃開始してますからね。何？伊賀が大破。伊賀を失うわけにはいかないので、いいかも、撤退だ。了解。航空隊発艦。航空隊発艦。味方艦隊より入電。味方艦隊より入電。航空隊も敵基地に殺到しているので、これで終われるんじゃないかな。アメリカ軍と地中海で決戦か。なかなかしんどい戦いになりそうだな。航空隊着艦。
ちょっと待ってね。これ見る限り、まだ敵の飛行場あるね、どっかに。やっぱり。了解。了解。ちょっとじゃあ時間は早めていきましょう。敵飛行場撃滅。了解。終わりかなと思いましたけど、もう一個ありますね、どっかに。航空隊発艦。了解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 。どこにある？左側のどっかにあるのは間違いないですね。発見した。では第3艦隊も突入させ、第4第5両空母艦隊も突入します。了解。了解。了解。敵飛行場発見。足の長い虹爆だったらおそらく届くんじゃないかな。航空隊発艦。航空隊発艦。航空隊発艦。航空隊着艦。航空隊着艦。第三艦隊は了解。あさっての方向向いちゃってるんで、ちょっと向きを変えてあげます。航空隊着艦。航空隊発艦。航空隊着艦。戦艦がね、全艦離脱してるんで。火力的にはね、ちょっと第三艦隊は落ちてますからね、今。まあ、ただ、敵の基地からの反撃はもうない状態になってるので、このまま時間を進めれば、東地中海の飛行場も全部取れそうですね。すごい火力をぶち込んでるよね、これ。よし、OK だ。まあ、簡単にダメージは出てますが、消失感はないので大丈夫でしょう。予定通り、イタリア近海、ここで修理を行います。井ノ口さん、そろそろ中将に格上げしたいな。さあ、ではね、いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただきましょう。次回は、西地中海に侵入して、まずは、ジブラルタルまで取る。で、ジブラルタル取ったらもう一気にね、ドーバー海峡を目指して、まずはイギリスを降伏させましょう。まあ、その前にね、この西地中海におそらくアメリカ軍の主力艦がいると思うので、これを叩かなきゃいけないというところからにはなりますね。では、まずは艦隊戦力を整える。そのためにイタリア近海へ入って、ドック入り。あとは、後続の艦隊も、まあどうだろうな、アラビア近海はどうしても守らなきゃいけないので、艦隊としては、まあ、
この第六艦隊だけって本当に心もとないな。今第八艦隊が来ているので、第八艦隊を一旦アラビア近海に留め置くしかないよな。あとは潜水艦隊をいくつか配備するのと、アラビア海には飛行場も建てましょう。お金がないけどしょうがない。ここは我慢。飛行場を作ります。で、潜水艦を作って、ここに配備しましょう。潜水艦作れるのかな？ちょっとお金が心配だな。建造。で、潜水艦ですね。一番安いのでいい。11個作れるわけだな。本当はね、占領してるところに輸送艦をしっかり置いてあげなきゃいけないんですが、今その輸送艦を置く余裕が全くないですね。じゃあ国政までやって終わりにしていきましょう。物資援助はそういう意味で言うと鉄を上げよう。もうドイツ鉄がゼロになってるんで。で、技術投資は、まあ、お金があまりないのでできることはほぼないというところですかね。では今回はここまでにさせていただいて、次回はイタリア近海でドック入りした後、アメリカ軍との決戦に挑んでいきましょう。それと輸送艦の配備、さらにアラビア海への飛行機の配備、このあたりも進めていかなきゃいけないかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。